アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘する。かつてはいじめた者たちが彼らの輪に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年10月6日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2024X3 リーグ第2節の一戦となります。クラブベアーズ対クラブアイランドの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始18時キックオフ予定となっております。本日のこの一戦は先に行われました X1 スーパーが台風の関係によりまして日程として急遽組み込まれた格好から当初の予定よりも時間が遅くなりまして18時スタートという形になりました。夜も泊まり深くなってまいりましたこの MK タクシーフィードでの回線という形になりますので、若干、その時間帯としましてはナイターという形になってまいりますけれども、両チームその状況を鑑みながらもしかし気概あふれる形で現在ウォームアップに勤しんでおります。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まずは本日ホームチームという形になりまして、今年より新しくホームカラーをグリーンに変えましたクラブベアーズです。オールドファンの方にとっては1989年創部当時にできました実業の団チームマイカルベアーズと称させていただく方がおなじみの方がいらっしゃるかと思います。かつては関西三強の一角を占めておりました強豪チームでした。しかしメインスポンサーであるマイカルつまり日銀グループが解散する形になりまして、ノンスポンサードに厳しい状況が続き現在は X3 に甘んじて形になっております。しかし近年地元企業にあります株式会社新高、油油業ネクストなどさまざまな企業様のサポーター、スポンサーを手に入れる形になりまして、再びその力を取り返し、今季 X2 復帰を目指して、その力を保持する形で、戦後の5万という形になっております。そのクラブの、が現在ウォームアップを終えまして、サイドラインで最終確認を行っております。これに対する形で、バックスタンドに本日陣構えしておりますのがアウェイという形でホワイトをまとっておりますがクラブアイランズです。こちらも神戸にありますアパレルメーカーワールドの社内メンバーが結束しまして、このアメリカンフットボールを発足し長く関西で活躍しておりました。現在は、そのスポンサー離れまして、クラブチームとして活躍しているという格好になっていますがアメリカンフットボールをエンジョイすることをモットーに兵庫県の芦屋市のスポーツクラブの方で練習を継続しこの X3 に参戦しております。普段の活動はチームの方で設営しておりますインスタグラム等がございますのでこちらの方をご覧いただきその活動ぶりをぜひご堪能いただきながらこの試合に堪能していただきたいと思います。この両雄が現在ウォームアップを終えまして最終調整に入っているところになっております。さあ今回はちょっと試みとしまして、両チームの代表選手に、チームの紹介とそしてこの試合にかける意気込みをインタビューさせていただきました。どのような、実際に、今から流させていただきます。うまくいく形がうまくいけばまずコロナのサビという形ですがぜひ両チームのこれからの意気込みをご覧いただきたいと思います。
チームの代表選手にそれぞれこの試合にかける抱負、そしてチームに対する、チームのアピールをしていただきました。両チームこの試合にアメリカンフットボールの思いを託す形でこのナイターに組まれました一戦に挑まんとしております。その雰囲気が伝わりましたら幸いに思います。その試合会場となります MK タクシーフィールド、本日は、昼間夏が戻るような形の暑さが漂う状況ではありましたが、この時間帯になりましてようやく涼やかな空気を漂わせております。10月としましてはまだ若干熱を帯びている学校ではありますが、しかしアメリカの人をするには非常にふさわしい季節に準備になってまいりました。風情ある冬、黄昏時の MK タクシーフィールドでこの一戦は行われる形になります。さあその試合に先立ちまして、X2 および X3 リーグによりまして共同で作成されましたアメリカンフットボールをご紹介する1分間ダイジェストがございます。アメリカンフットボールを初めてご覧になられる方々もこの試合を今ご観戦いただいている方がいらっしゃるかと思いますので、一度そちらの方で簡単にアメリカンフットボールのご紹介をさせていただきます。ご視聴くださいませ。X2、X3 ウエストの全チームによります共同で作成されましたアメリカンフットボール1分間ダイジェスト、いかがだったでしょうか。非常にコンパクトにアメリカンフットボールの内容をご紹介させていただく非常に良い、紹介動画になっていると思っています。ただ駆け足でご紹介しましたものですので、実際の試合の流れに沿った格好に、今の内容を確認するのはなかなか初めてでは難しいかと思います。私も配信の中でこれらを踏まえまして、アメリカンフットボールをご紹介しながら配信させていただこうと思いますので、よろしくご視聴のほどお願い申し上げます。さあ両チームいよいよ、試合開始の時を告げる審判団の中に入ってまいりまして、その最終調整に入っております。試合開始までしばらくお待ちいただければと思います。整列しまして、この試合開始の時を、試合の開始を待つ形になります。審判団、両チームの首脳陣を招き入れました。
これより近い姉妹のポイント数に入ります。令和6年10月6日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて、 2024X3 リーグ第2節クラブベアーズ対クラブアイランドの一戦がまもなく行われます。試合開始18時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますポイント数が行われます。手前側に陣取っているのが本日ホームチームという形になりますクラブベアーズ、反対側向かい側にありますのがアウェイチームという形になるクラブアイランドです。クラブアイランズキックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形で行われます。両チーム激を飛ばしましてフィールドになだれ込み、これより試合開始となります。まずはクラブアイランズがキックオフをしまして試合を開始する形になります。キックオフをしますキッカーはクラブアイランズ85番の寺崎です。大阪体育大学出身のプレイヤーが務めます。対しましてクラブベアーズはリターナーに1番と12番を配置する模様です。クラブベアーズ1番は杉田、日本大学出身、12番は小田、大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。クラブベアーズリターンに入ります。ナイスリターン、リターナー1番キャッチしましてから右オープンに展開し右サイドエリアを疾走、2点47ヤード付近を確保し、この位置からクラブベアーズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズ自陣43ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずパスから入りました。攻撃は開始点から一度だけできます。パスプレーを展開しましてターゲット12番にパスを投じています。これをしかしキャッチしましたところで12番に対しクラブアイランズ25番見事なヒットをしまして、これをゲイン
4ヤードにとどめております。非常にタフなキャッチを決めましたがクラブベアーズ12番の小田、先ほどもリターナーに入っておりました小田です。これを、仕留めましたのがクラブアイランズ25番の、米沢です。鳥取大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン7に変わっています。失礼しました、セカンドダウン6に変わり、さあプレーが開始しました。今度はランニング枠に託しまして左オープンのランプレーを展開しました。このようにアメリカンフットボールはラン、パスを織り交ぜ攻撃を展開していきます。このランも託されましたのはクラブアイランズのキャリア45番の川端です。北大津高校出身のプレイヤーです。獲得距離が2ヤードでしたのでサードダウン4、3回目の攻撃、残り距離 4ヤードに状況変わっております。さあこの3回目の攻撃でこの4ヤード突破になるでしょうか。クラブベアーズサードダウン4、成功、ファースター。ここでクォーターバックは右に展開していく12番にパスを投じました。12番このパスをキャッチしまして右オープンに展開、見事に攻撃権更新果たしまして攻撃を1回目の形ファーストダウンに戻すことに成功いたしました。クラブベアーズまずファーストダウン獲得です。見事その対応を果たしましたのはクラブベアーズ12番の小田でした。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。さあ攻撃は1回目に変わりまして今度は相手陣42ヤードからの攻撃にクラブベアーズ変わります。クラブベアーズファーストダウンプレー、さあ今度はランプレーで入ります。中央に、ボールを12番に持たせまして中央突破を図らせました。このランが約4ヤードのゲインに変わっております。ここは、12番の小田を多用する形で攻撃を展開する模様です。エボシスタムのメッセージありがとうございます。先ほども現地の方で観戦いただいていることを確認できまして非常に嬉しく思います。なかなか仕事の関係で入ることができ、なかなか試合をご覧いただくことができないのは私も身に覚えがございます。叶う限りの形でぜひご堪能いただければ嬉しく思います。さあパス通りました、そのままいったタッチダウン。ここでパスプレーに出ましたクラブベアーズ、ワイドレシーバーに入っていた12番が中央を切れ込みましてこのパスをキャッチ、そのまま勢いに乗りまして一気にエンドゾーンを駆け抜けましてタッチダウン。クラブベアーズ鮮やかなパス攻撃によりましてまず先制となる6点獲得となっております。そしてタッチダウンの後のアンプレートライ4ポイントに入ります。クラブベアーズキックフォーメーションを取っています。このキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、クラブアイランズ0点とスコア変わっております。まずクラブベアーズが見事なタッチダウンパスによって先制点を挙げる形に成功しています。見事に、このパスが決まりまして12番小田、そこからさらに相手のディフェンスを裏を見事に書きまして一気にエンドゾーンを駆け抜ける鮮やかな攻撃の完結でした。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りになります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒されるセーフティー自殺点です。この場合は2点となります。この結果アメリカンフットボールの得点はワンプレーですと2点、3点、6点、7点、8点の5通りの組み合わせになり、その足し算によりまして勝敗を決する得点を使う決着方式となっています。さあその得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開です。さあクラブアイランドリターンに入ります。しかしこれはクラブベアーズのカバーが多く、クラブアイランド自陣10ヤード付近からの攻撃という形になります。果敢なリターンを敢行しましたがクラブアイランズ81番の、片瀬でした。関西学院大学出身のプレイヤーとのことです。さあ今度はクラブアイランズが攻撃に入ります。
クラブアイナーズはここから、陣地挽回しまして得点を狙いに行きます。クラブアイランズファーストダウン10、同じく攻撃ポイント更新必要距離は10ヤードになります。さあまずクォーターバック自らがキープを展開しようとしましたが、これはしかし、クラブベアーズのディフェンス陣が殺到しまして、このランプレー阻止し約2ヤードほどロスに変えております。この最前列のラインマンの攻防戦にもぜひご注目ください。さあクラブアイランズ下げられまして、セカンドダウン12の状況に変わっています。さあ前進を図り、なんとか攻撃継続としたいところ、得点を狙いたいところですが、この2つ目の攻撃はどのように展開するでしょうか。さあ後方のランニングバックにボールを託しました。ハンドオフしまして、左オープン展開を試みまして、キャリア0番スピードに乗り、左オフタックル付近駆け上がりました。これによりまして約3ヤードから4ヤードのゲインになっている模様です。キャリーしましたのはクラブアイランズ0番の村上でした。関西学院高等部出身のプレイヤーです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります共同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださりました多くの企業様、そして個人の方々のお名前列記させていただいておりますが、これによりまして、この皆様のご厚情が伴いまして、この配信は成り立ちました。皆様の、多大なる感謝、心ありがとうございます。その志を持ちましてこの配信は成り立っております。現在もこの企画は募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなります、ショッピングカートの URL ございますので、こちらの方で内容をご覧いただきまして、もしご賛同を叶います方がございましたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトときまして試合再開です。クラブアイランズサーダウン9の状況、さあ突破なるでしょうか。パス不成功。ここでクラブアイランズ右に展開していくワイドレシーバーにめがけパスを投じまして、この状況打開を図りましたが、しかしこれはディフェンスのカバーありましてパス不成功、フォースダウンに変わります。さあクラブアイランズは最後の攻撃権という形になりますが、果たしてこれをどのように行使するでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となる行為です。しかしそのキック力に陣地挽回を図ります。このキックは自陣エンドゾーン内ということで大きなフォームにならず、結果的に自陣脱するには至りませんでした。アイランズ陣40ヤード付近で、外へ出ましたので、この位置でテイクオーバー、攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃変わります。さあクラブベアーズは結果的に相手陣に入ったところから攻撃に入るという形になりました。非常に絶好の機会を得ましてクラブベアーズ、果たしてこれを生かすことができるでしょうか。相手陣40ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあまず最初にパスプレーから入りました。クォーターバック6番でしょうか、左に展開していくワイドレシーバー0番に、パスを通しまして、0番そこからキャッチアンドラン、巧みなコースを取りまして約6ヤードほどゲインに変えております。まず最初のパスを投じましたのはクラブベアーズのクォーターバック6番の杉谷、大阪体育大学出身のエイジ53のプレイヤーです。かつては X1 でも活躍していたアスリートクォーターバックです。それに対してパスを取りましたのはワイドレシーバー0番の川野です。関西大学出身のこちら若手のプレイヤーです。さあクラブベアーズセカンドダウン4、
プレッシャー来る。しかしそれをかわせるか。パス不成功。クォーターバックの番、ディフェンスが殺到する中、ステップワークを切りまして右に展開しつつ、ワイドレシーバー1番にパスを投じました。しかしコントロール乱れましたか、パス不成功に終わっております。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃という形になります。従いましてクラブベアーズ、ダウン変わってサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン4、ゴロン相手陣34ヤード。さあここでランプレーを投入しました。ランニングバックにハンドオフをしまして左オープンに展開。このランを見事にランニングバック期待に応えまして攻撃権更新としています。クラブベアーズファスター、ここで鮮やかなランを展開しまして、この攻撃状況をリセットする形でさらに前進してファーストダウンを獲得しております。結果クラブアイランズは相手陣21ヤードという得点機を得る形で、ここからファーストダウン点に入ります。さあこのパス判定はどうでしょう。パス成功です。パスキャッチしております。パス成功となっております。クォーターバック6番、今度は右にスプリンターを落としまして、ワイドレシーバー1番にパスを投じました。あ、失礼いたしました、パス不成功の判定となっております。失礼いたしました、1番へのパス、しかしこれは弾道が低く、失礼いたしました、ここで反則が発生しておりました。オフェンスチームにホールディング、相手選手を掴んでいたという反則がありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。この行為を行った場合には反則となりまして、10ヤードの罰則を受けます。従いまして、最初の先ほどのプレー無効という形になり、そこからの10ヤードの罰則、ファーストダウン20で試合再開となります。クラブベアーズ下がりまして、自陣34ヤードからファーストダウン20の状況に変わっております。さあ結果的に言いますと、この4回の攻撃権で20ヤードを獲得することが必要になります。これを果たして叶える形が可能でしょうか。クラブベアーズファーストダウン20の条件に入ります。さあこれはアイランズが素晴らしいディフェンスを見せました。クォーターバック、ここでパスによって突破を図りましたが、ここでディフェンスライン陣が徐々に押し上げていきまして、クォーターバックの視野を防ぎ、最終的にこのクォーターバックを仕留めまして、結果的には、ゲインなくセカンドダウンに変えております。さあこの辺りクラブアイランズのディフェンス陣が奮闘し始めております。これをクラブベアーズは突破なるでしょうか。セカンドダウン20の状況に入ります。このパスは不成功です。パス不成功の判定となっております。クォーターバック6番、今度は右に展開していたレシーバーに対してパス4番でしょうか、パスを投じておりますが、しかしパスが低く、キャッチする前にボールが地面についてしまいました。パス不成功という形でサードダウンに変わります。さあ結果的にサードダウン20という徐々に厳しい状況になりました。クラブアイランズ、クラブベアーズ、さあ突破なるでしょうか。パス不成功。ここでクォーター6、一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。もう一人相手ディフェンスをスピードレシーバー振り切りまして、そのボールをキャッチ仕掛けましたが、しかしこのパスキャッチならず、パス不成功となりまして、フォースダウンに変わります。しかしここはクォーターバック6番スイカに素晴らしいパフォーマンスを披露しております。とても53歳のクォーターバックとは思えません。私の学生時代にアスリートクォーターバックとして関西学生でも鳴らしたスイカに、この年齢になっても衰えないところに私自身も恥じるような思いを持ちながら、しかし感動を覚えております。さあフォースダウン20ですが、しかしプレーをします。
トースタウンキャンプ。さあ一気にエンドゾーンいったらどうだ、パス成功。なんとこの状況パスによって突破いたしました。クォーターバック非常にプレッシャーある中ではありました。しかし左にロールアウトしてエンドゾーン奥に投げ込み、これをワイドレシーバー82は見事にキャッチしまして、エンドゾーン1ヤードというところではありますが見事攻撃権更新になりました。クラブベアーズファーストダウン。このキャッチを見事に決めましたのはクラブベアーズ82番の寺崎でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあファーストダウンゴール、ここで中央ランプレー。さあ密集点突破を図りましたが、しかしこれはわずかに届いておりません。セカンドダウンに変わります。さあもう残り1ヤードないほど、エンドゾーンに近づいている状況ではありますが、この距離しかしディフェンスにとっても的が絞りやすい状況でもあります。さあクラブベアーズ突破なるでしょうか、アイランズ食い止めることができるでしょうか。セカンドダウン2ゴール、一気にタッチダウン。この距離クラブベアーズ真っ向勝負のランプレーで突破いたしました。ランニングバック、45番でしょうか、ボールを託されまして、そのままオフェンスラインの15番ですね、オフェンスラインの壁を利用しまして、そのまま一気にエンドゾーンに駆け込み、タッチダウン獲得となりまして、6点追加となっております。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック見事決まりまして、クラブベアーズ14点、クラブアイランズ0点とさらにリードを広げる形になっています。まさに教科書通りといった形でしょう。この距離を見事パワープレー、ランプレーによって突破いたしました。しかもオフェンスラインは見事なブロックでこの15番の走路を作りまして、15番吉本のタッチダウンを演出しております。吉本は大阪芸術大学出身のプレイヤーです。さあ着々と得点を重ねるクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあアイランズとしては何としてもこの攻撃シリーズを生かし反撃となるタッチダウンを上げたいところでもあります。さあクラブアイランズリターンに入りました。手前側にいるブロッカータイプの選手がこれをキャッチしまして、自陣35ヤード付近確保し、この位置からのアイランズ攻撃と変わります。今度はかなり優位な位置を確保する形になりましたアイランズ。さあこの位置を生かしまして反撃のタッチダウンを上げる形にかなうでしょうか。ボールオン自陣34ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを投入しましたが、しかしこれはアイランクラブベアーズのディフェンス陣が押し返す形で非常に強い圧力をかけております。まず地上戦で状況を作りたいといった形でランプレーを投じておりますが、ここはしかしベアーズ非常に強固なフロント陣がディフェンスこのランを食い止めております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。セカンドダウン12の状況でクラブアイランズこの状況に挑みます。どうか、パス成功、ファースター。ここでクラブアイランズクォーターバック6番、右にいたレシーバー12番でしょうか、こちらにロングパスを投じました。12番ディフェンスカバーありましたが、これを絶妙にかわしまして見事このパスをキャッチし攻撃権更新になっております。クラブアイランズファースター。
見事なパスを投じましたのはクラブアイランズクォーターバック6番のクォーターバック6番のクォーター京都大学出身のプレイヤーです。そしてこれを取りましたワイドレシーバーは17番のようです。17番の西川でした。関西学院大学出身のプレイヤーです。このパスを取りました西川はエイジ55歳の高齢ながらしかし素晴らしい老下なテクニックでこのパスをキャッチし大分継続を果たしております。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりましてクラブベアーズ14点クラブアイランズ0点、クラブベアーズが2つのタッチダウンを上げまして第1クォーター終わりましてこれより攻守の方向を向き変えまして第2クォーターに移ります。